りょうさんからの一曲です。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。今からもう僕もお風呂入って、寝ます。疲れた。なんか仕事もないのに疲れるんですよね。毎日もう休む暇もないんです。でも何の心配もしてないの。お金がなくても絶対俺は大丈夫になるって信じてるんです。このままで絶対神様が終わらせないよ。だって俺そうだもん。自分信じてるんです。このまま終わるような男じゃないって。俺が何より自分を信じてます。自分好きなんですよね。嫌いな自分になりたくないんですよ。好きな自分でいたい。優しくていつも誠意に燃えて、ドジで、マヌケで、アホで、大バカで、よいしょ、ドジだからね。ドジだから。でも嫌いになれないですよね、自分のこと。自分以外だって自分守る人いなくて、自分以外に自分のためにこんなに頑張ってくれる人いないし、やっぱ自分大事ですよね。そして家族が何より大事ですね。そして今こうして応援してくれるみんな、本当にありがたい、感謝しかないんですよね。この時間がいい時間なんですよね。全部終わって朝日入って寝るだけです、ね、本当にありがとうございました、皆さんとので本当に感謝しています。そして今日未来とのでこの一日しようと思ってまして、本当に飼い主がね、探してたら本当にねかわいそうなんで、僕未だに自分の猫探してるんですよ。諦められないんですよね。彼と過ごしたね、毎日はそれこそできないな。あんないい猫いないっすよ。あんないい猫、最高の猫でした。一生忘れることのできない猫。200円しかない。200円、全然もう明るいっしょ。こんな200円しかない男、今日はね、リードとね餌とね、あれ買っちゃったんでね、餌入れを買っちゃったんでね、ちょっとお金がもう全然ないですね。駅前でね、大野さんっていう奥さんにね、前に1万円もらって使えないのあったんですけど、これね、ワンちゃんのために使っちゃおうと思ってます。